はいどうも、プレスの T です。今日はですね、共通テストまであと2ヶ月でできることっていうのについてお話ししようと思います。前の動画でね、3ヶ月前からできることっていうような話は少しさせてもらったんですけど、どうですか皆さん、結構うまい具合に対策進んでますかね。でまあ、3ヶ月前っていうところでちょっと科目絞ってがっつり点数上げていこうぜみたいな話が前の動画の、メインだったんですけど、今日はその2ヶ月前になってきたところっていうので、ちょっと戦略いろいろ考えていきましょうと、そういう話になります。でまずこの2ヶ月何をやるかっていう話なんですけど、やっぱりね、まとめノートを作ってください。これ結構大事になってきますよ。要はね、こっから先どんどん時間がなくなってきて、結構みんな焦り出すわけですよ。で全部やろうというふうに思っちゃう人いるんですけど、これねやっぱ厳しいんですよね。だって考えたらわかるじゃないですか。それは科目数少ない人も中にはいますけど、あんなねたくさんの科目のやつを参考書全部もう一回見直すとかってぶっちゃけしんどいでしょ。だからそういう無理なことをしないっていうのがまず基本ですよ。でそれどうやったらしなくても済むのかっていう話ですけど、そこで大事なのがまとめノートですね。でまとめノートってどんな話かって言った時に、全部の範囲をね、こういうふうなこと言うとやる人いるんですけど、それはしんどいでしょ。だって今見るのがしんどいって言ってるのに全部やろうと、それは無理ですよ。だからまとめノートって一体何を作るのかっていうとですね、要は問題を解きますよね、皆さんね。で問題解いた時に、それで分からなかった問題とか、ちょっと記憶が微妙だなっていうようなキーワードとかありますよね。でそれについてきっちりノートとかにまとめていく。でこういう作業をやってくださいと、そういう話してるんですね。でなんで今更こんなことをやるのかっていうとですね、最初知識がない状態でそのまとめノートみたいなことをやりだすとですね、それこそ全部まとめなきゃいけないんですよ。でノート全部まとめるってめっちゃしんどくないですか。参考書1冊分をノートに1個にまとめようと思ったら、でこれってめっちゃ効率悪くて、よくあるのがね、その参考書を結局丸写しみたいな形になってしまって、それってただの写経だよねみたいな。で全然頭に入ってないから、やってもなんか時間の割には成績伸びないしみたいなところで、すごく残念な勉強法っていう風に言われたりするんですけど、この時期まで来るとある程度も頭の中入ってるでしょ、知識はね。もちろん怪しい部分とかあるんですよ、全然いいんですよ。怪しい部分とかがあるのはいいんですけど、おぼろげながらに自分の得意分野とか苦手分野ってはっきりともう分かれてますよね。でその苦手なところについてきちっと知識を整理しましょうと、そういう話をしてるんですよ。で、前も言ってた話なんですけど、結局苦手なところってガーってやってきましたよね。でこれによって、皆さんね、最低レベルっていうところまで全ての科目で到達してるとは思うんですよ。その最低レベルはどこかっていうのは各個人によるとは思うんですけど、少しずつでもレベルは上がってるはずであると。でこの状態であれば覚える量っていうのを結構絞っていけるので、本当に大事なところだけピックアップしてノートにまとめましょうと。でそのノートを何回も何回も見直すことによって効率よく弱点を潰せるんですね。これってやっぱりね、皆さん意識してないかもしれないですけど結構大事です。でここでそのまとめ方のポイントですけど、先ほども言った話でがっつり切りましょうって話ですね。でがっつり切る、何を切るかっていうと、分かる知識はもういいんですよ。なんかね、やっぱり人間どうしてもその得意分野に走っちゃうというか、分かってることについてなんかつら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 まとめを作ったりする人いるんですよ。それはそれで別にやったらいいんですけど、別にそれいらんくない？だってもう覚えてんだからね。だからできるだけその短くやりたいんですよ、時間をかけずにね。でそうなった時に分かってることをカクッつったってさ、手動かしてんだから時間かかるから、もうそういうのは切っていくと。でここでおすすめの方法が、時間を区切ってまとめノートを作るってことですよ。ね、時間を無限に使ってしまうといくらでも書けるから、それこそ結局参考書丸写しみたいなノートになっちゃうんですけど、例えば1時間なら1時間とか決めて、ね、もう自分の弱点、ここ弱そうだなっていうところをひたすらまとめていく。でまとめるときに、先ほども言いましたけど、しっかりとね、間違えたところっていうのに注目してくださいね。問題集とかを一回引っ張り出してきて、で間違えたところと正解したところってちゃんと把握してますよね、当然ね。でその間違えたところっていうのをちゃんと見て、あ、ここのポイントが弱かったんだとか、このキーワードがなかったから私この問題解けなかったんだよねっていうのがあったら、そのキーワードに関連することをたくさん書いていくんですよ、ね。メモリーツリーとか言ったりするんですけど、それに関連する事項をひたすら書いていく、ね。でそれでやるときに自分の頭の中にないからってうーんって考えてても無駄ですから、とにかくそういうときに参考書とかをバーって見るわけですよ。で参考書とか見て、あ、ここ大事なんだよねっていうところをまとめてください。
で、それ参考書に線引いたらよくないっていう話もあってですね、まあ、それ確かにそうなんですよ。それ確かにそうなんですけど、このまとめノートを作るメリットとしては、あのね、分かってる部分見なくていいっていうのが非常に大きいメリットになるんですね。参考書って結局分厚いわけで、で、そのまあ目的のページももちろん付箋とかいろいろ貼ってると思いますけどね、付箋とかあるとは思うんだけど、結局さ、いらんページとか見ちゃうでしょ。で、まあ、いらんページを見るっていうことに価値があるのは確かにあるんですけど、ね、今できるだけ分からないところを効率的に見たいわけですよ。だからこそ、分からないことだけをまとめたノートっていうのを作っておく。それをやってくださいというふうに言ってるわけですね。で、これはね、あの精神的にもすごく楽になってくるんですよ。っていうのは、これまたあの1ヶ月後とかにも動画出そうと思ってるんですけど、1ヶ月前とかになってくると本当に焦り出すんですよね。で、まあ、それはどんな風に対策してても、まあ、皆さんそれある程度焦るんですよ、なんだかんだ言うてね。で、そうなった時に落ち着いて勉強ってなかなかできないんですよね。で、その集中しようと思っても集中できない。で、参考書とか開いてもなんか気づいたら知ってるところだけ読んじゃうっていうのは、これからどんどん加速するんですよ。もう直前になればなるほどそうですよ。だから今のうちにちゃんと1ヶ月前になったらこのノートをちゃんと復習しておけば大丈夫なんだっていうのを作ってほしいんですよね。こんなもん直前期には作れませんから、はっきり言って問題演習だってしなきゃいけないしね。で、そうなってきた時に苦しくなるので、早めに準備をしておこうと、そういう話ですね。で、まあ、僕は常に日頃からね、あの計画性持って勉強しましょうってずっと言ってるんですけど、これから先はね、本当にいかに計画をきちっと立てるかっていうのは大事になってきますよ。っていうのはやっぱりもうそれこそほんまに言ってるように焦るんですよ。焦り出すともうあれやこれやで結局何やったかすらわからないみたいな人結構出てくるんですね。中にはもうその何言ったらわかんない、やったらいいかわかんないっていうところでもうパニックになっちゃって泣き出したりしちゃう子いたりするぐらいで、あの、まあ、皆さんね、今まだ余裕があるからそんなんお前って思ってるかもしれないですけど、マジで直前期本当に精神的に不安定になるから、別にその脅かしてるわけじゃないんだけど、今のうちにそうなるんだっていう前提で行動しましょうとね。これを今のうちに意識しておくだけでも結構ね、客観的に見れるようになるんですね。やっぱり自分がそのパニック障害になってる時ってわからないんですよ。自分ではそもそも何がパニックになる原因なのかもわからないっていうね。で、こうなってしまうと、あの、僕らがそこのタイミングでいろいろ言ってもね、耳に入んないんですよ。もう完全にパニックになって、もう自分の頭の中でぐる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 、もうやばい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 っていうのだけで焦ってるからね。もう意味ないんですよ。だから、ちょっと、まあ、まだ2ヶ月前で余裕まだあるだろう、お前何焦らしてんだとかっていうふうに思う人もいるとは思うんですけど、あのね、別に焦りなさいって言ってるわけじゃないんですよ。なんか僕焦ってますけどね、焦ってくださいって言ってるんじゃなくって、そうなる可能性が高いから今のうちに準備をしておきましょうと、そういうことを言ってるわけですよね。で、まあこれってね、まあ皆さんなかなか本当になってみないとわからないんですけど、そういう時にはあの先輩の話を少し聞いてみるっていうのもいいと思いますし、自分が高校受験をした時っていうのもちょっと考えてみてほしいんですよ。まあ、高校受験の場合はある程度皆さん余裕なところを受けてると思うので、あのそんなにね切羽詰まったことにはなってないと思うんですけど、なんだったら前日ね、前日やっぱりなんか心がざわざわしたのって覚えてません？なんとなくその大丈夫だ、絶対大丈夫だって分かってるんですよ。高校受験とかの場合はね、分かってるんだけど、え、でももしかしてなんかミスったらやばいんじゃないかみたいなね、これが10倍になると思ったらいいっすわ。このなんか漠然とした不安っていうのが10倍以上になって自分に襲いかかってくるんですね。で、そういう風なところでなんとなくでも少し危機感を持ってほしいという風に思ってるわけです。で、まあ学校とかはね、それこそこの時期、あの、まあ栄養であるとか、まあ、公募推薦もう終わってきてさ、みんな余裕だぜみたいなところで、あの空気感出てきてる人もいると思うんですよ、中にはね。あの中にはいて、で、それからなんかまあクリスマス近いから遊びに行こうぜみたいな計画立ててる人いると思います。で、なんかちょっと余裕な空気感っていうのが流れてくるんですって、学校全体で。ただそれはあくまで終わってる人はですからね。終わってない人っていうのはさ、辛いのは分かりますよ。みんな遊びに行ってるのになんか自分はなんか受験勉強しなきゃいけないとかっていうところでなんか辛い気持ちは分かるんですけど、それも踏まえた上で自分がこういうふうに大学受験するって決めたわけでしょ。だからそれはそれでちょっとね、こうグッとこらえて、これから先どういうふうに準備をしていくのかね、落ち着いて今のうちに考えてみましょうと、そういうお話でした。もう本当に準備さえしておけば、まあ不安には絶対なりますけど、パニックになることはないので、まあね、騙されたと思ってちょっとやってみてくださいというところで、今日はこの辺で終わろうと思います。お疲れさんでした。さよなら。